こんにちは。いやいやいや、ちょっとですね、聞いてください。まあサムネにもあるように、川口さん、まあマーサーですね、マーサーがなんか漫画も本になったっていう話を聞いてちょっとびっくりしたんですよ。マーサーって皆さんでも若い世代知ってますかね。ですね、日本人で初めて NFL に挑戦した男と言った方がいいですよね。でその後 NFL ヨーロッパで確かプレー何年かしてて、で日本でいろいろな X リーグのチームに入ったんですよ。で元々ね、大学は立命館大学ということで、私がね大学2年生の時ですね、昔ね IB ボールっていうのがあって、学生日本代表対 IB リーグの代表と試合をするっていうのがあったんですよ。 IB ボールっていうのが、これ1月中旬か末ぐらいだったかな、そうなんですけど、2回ぐらい合宿があるんですよ。でなんか最初まあ100人ぐらい呼ばれて、こう振り落とされていくっていうのがあって、それでまあ自分はねなんとか残れたんですけど、でその時にですね、自分が大学2年生で、まあさ、何年生か忘れちゃったんですけど、まあ1個上か2個上なんですよ。で、そこでね、初めてね、知り合って、まあ有名でしたからね、その頃アニマルリッツと呼ばれてて、めちゃくちゃ強いラインバッカーがね、3、4人いたっていう時代で、で、私はまあ関東の人間なんです。もう対戦することはなかったので、初めてこのスクリーンメージとかで、あ、マーサと当たるプレーだーと思って思いっきり言ったら結構当たり強かったですと、ちょっと上から目線で昔マーサに言ったら、お前舐めてんなーと言われました。はい、まあそんな感じなんですけど、すごい私、まあ、めちゃくちゃ仲がいいってわけじゃないんですけど、別にまあ会えば喋って、まあ福井県にも遊び来たりたまにしてくれてたので、まあ交流が今でも多少はあるって感じで、まあなんとかそういう関係なんですけど、でそれがですね、突然漫画になったというのでちょっとびっくりしたんですよ。思わず私はそれをネットのデジタル漫画なんですけど、購入して読みました。内容はね、結構まあ自分が聞いてたよりも、うわ、ワールドだったんだなっていうのがすごいよくわかりました。いやー、でぜひ皆さん読んでくださいとはまあ言いたいんですけど、でもそれ漫画どうなんだろうっていうのはまず本人に聞かなきゃわかんないじゃないですか。なのでね、電話してみようと思います。多分、出てくれるとは思うんですけど、とりあえず電話をして、なんでこんな漫画になったんですかっていうのを知りたくないですか？知りたいですよね。せっかくね、アメリカンフットボールでこう漫画になるってのはなかなかないじゃないですか。ね、アイシールド21はすごい人気が出て、でもその後なんかそんなんでなんかデジタル本の時代なんですけど、なんかね、フットボールのなんか漫画とかちょっと嬉しいですよね。なのでですね、電話しちゃいましょう。電話して、ちょっと久々なんで、なんかどんな会話になるかわからないですが、ちょっと結構危険人物なんで、なんか変なこと言ってきそうなんですけど、まあもうしょうがないですよね。まあ YouTube なんで、変なことでもまあ多少は大丈夫だと思うので、どんな人なんで、めちゃくちゃいい人です。男気がある。自分は好きなんで、こうずっと長年交流を持ってるって形なんですけど、まあとりあえず電話してみます。ポッシーライフチャンネルさんに電話してみます。じゃあちょっとこのスピーカーにして聞こえるかどうか。おー、すげえ音だ。これ、あ、もしもし、はい、もしもし、お久しぶりです。はい、どうも。いやー、ちょっとね、漫画をあれ聞、なんか人にちょっと聞いて調べたら、漫画が出したんですか。漫画って俺の漫画。はい、出したよ。あれ、なんでそんな、何のいきさつなんですか。いや、いきさつは、なんか急に、うちのジムのお客さんが、はいはい。その漫画を出版してて、はい。川口さんの人生めちゃくちゃですね。これは面白いですね。はい。赤裸々に書いてくれるんだったら、ぜひお願いしますっていうことで。いや、自分ね、もう思わずね、660円払って買っちゃいましたわ。ありがとうございます。いや、今、今出てる2巻まで出てるんですよ。それで660円なんですよ。で、まず、全部で5巻まであるな。あ、そうなんですか。5巻でまとまりますかね。5巻でまとめてた。あ、本当ですか。全部読んだから俺。あ、そうなんですね。だから今、
立命館に入るまでのところですね、今。ああ。ああ。っていうか、なんか自分が想像してた以上に、ひどいですね。あれ、全部ほんまやから。マジっすか。客色ゼロやから。いやー、もう、ろくな、もう、親不孝者じゃないですか。まあまあ、親不孝者、いや、まあ、終わりよければ全てよしみたいな、ね。うわー、なんかびっくりしましたわ。あの空手とかかなり受けましたけど。あれもマジやから。あれもほんまに嘘みたいな話やけど。はい。なんかもう漫画みたいな話、漫画やねんけど。ああ。あったから。いや、あれ、本当にあんななって、その後も相当みんなにビビられてたじゃないですか。そう、あれもマジ、あれもほんま、メキシカンギャングのやつらに。はい。車を俺が一通無視してぶつかったのに、はい、向こうが逃げていったから、ね、え、あの辺でじゃあ有名だったんですか、結構、まあ、さって高校ではね。ああ、そう、高校で。あいつはやべえ、あいつは逆らうな。え、マジすごいっすね。超自由にさせてもらった、おかげで。え、だって野球やしたらさりげなくはしてたんですけど、ちゃんとやってたんですね。何を野球、はい。いや、野球はでもちゃんとでもないよ、アメリカのその小学校。いや、なんか草野球程度かなと思ったんですけど、少年野球でちゃんとやってたっていうのびっくりだった。少年野球、リトルリーグ。え、だから前野球、なんか始球式で投げて大暴投投げてたじゃないですか、オリックスかなんかの。清原さん入ってきたバックネット直撃ですよね。だって振り向いたら怒ってた清原さんがさ、ニコニコの顔してさ、はい、キャッチャーやってたから、俺もうどうしていいか分からんの。あれ狙って暴投投げたんですか？違うよ、もう。いや、清原さん、打席に立ってくれってお願いしたわけよ。はいはい。そしたら清原さん、もうめっちゃキレて、はい、膝痛いのにいらんこと頼むなとか言って、めっちゃ怒ってて。で、いざ始球式始まって振り向いたら、清原さんが、キャッチャー、ニコニコ、全部フリーやったわけ。ああ、だって膝痛かったらキャッチャーできませんもんね。いや、それで俺も、どうしていいのかなと思って、わかる。で、審判見たら、はい。まあ、投げろみたいな顔してるわけ。で、俺も慌てて、ええみたいな感じで投げたら、はい、ああ、そうなんですね。いやー、その事件とか、すごいですね。あと、パチンコ行ってたんですね。そんな、高校生の。パチンコ。当時、一発台って、ね。ああ、もう、実は自分も高校の時から行ってましたからね。やった。あと、羽物わかる？羽物。ああ、わかります。もう、羽物だってね。羽物が開いてる間に、はい。ガラスで押さえつけたら、ガラスになるかなと思って、ガラス押さえたら、バジーって割れちゃったりとかする。いや、めちゃくちゃじゃないですか。めちゃくちゃやったね。さすがにそこまでやったことないわって、台叩く程度でしたわ。いやー、めちゃくちゃやったね。パチンコ屋のガラス割るって結構ね、結構なもんですよ。だって深夜忍び込んでさ、はい、一発台の釘を曲げて、翌朝から、朝一から一日中売ってやろうと思ったら、忍び込め、まあ、電話になっちゃった。はい。ちょっと待って。ああ、そんな、なんか、ごめんなさい、なんかまともな、接客してますね。当たり前じゃないですか。今、2階のジムでみんな仕事してますから。ああ、なんか可愛い女の子の声でしたけど、大丈夫ですか？秘書さんです、秘書さん。ああ、そうなんです。そんなんいるんですか？すげえ。お客さんの秘書さん。ああ、そういうことですね。うちもう、ウルトラ VIP なお客さんばっかり。ああ、すごい。大阪来ないですか、全然。大阪全然行ってないね。あ、本当っすか。うん、全然行ってない。じゃあちょっと、また福井も来てくださいよ。福井ね。はい。いいよね。福井はいいよね。福井女の子のカンペよね。うわ、あんまね、そんなこと言うと、もう、こう、危険な話になってしまうんでね。いや、でもあの漫画でも面白い。自分ね、2巻見て面白かったんですよ。この先結構楽しみですよね。いや、ぜひ、星野の YouTube でも宣伝してよ。いや、だから宣伝しますし、あのね、やっぱ学生結構見てくれてるんで、やっぱこんな不良でもまともに生きれるっていうのを教えてあげた方がいいんじゃないですかね。まあ、でもほんまに、でも俺のメッセージって多分そういうとこなんやと思う。真面目な話すると思う。はい、うん。むちゃくちゃやったけど、はい、本気で人の道に外れたことは してないから、はい、なんていうのかな、一線は超えてないと思う、自分の中では。いや、
川口さんなんかプレイスタイルがでもそれ出てますよね。なんかこうなんかな、なんかやっぱプレイスタイルって性格出るじゃないですか。出るね。はい、出ますよね。出るね。むちゃくちゃ。本当のバカなやつは退場とかなっちゃうから、ね。あ、なりますよね。そう。俺はあのなる一歩手前でちゃんと。いやいや、え、だって前一緒に試合やった時退場になってませんでしたっけ？退場はなってないと思う。なってないですか。あ、ファーストナルファール取られたんだ。パーソナルファールはいっぱい取られたけど。ああ。パーソナルファール日本、パーソナルファール日本記録60ヤードっていうのがあったもんね。え、マジですか。え、なんですか60ヤードって。15ヤードのパーソナルファールを4回立て続けに同じプレーで、でパーソナル60っていうのが出来上がった。あ、あの時いなかったっけ？いやいや、それで聞いたことありますわ。なんかもう、ファーストダウンのチェーンがどんどんなんか遠くなっていくっていう。そう。ファーストダウン60ヤードってあって。ファーストX リーグの記録ブックに残ってるはずや。え、マジっすか。それだいぶ面白いじゃないけどね。ああ、知ってます、それ何人かで 4人ぐらいがいろいろやってはず。あの辺の人たちみんな悪多かったですよね。悪っていうか、まあ、やんちゃですよね。やんちゃ軍団、やんちゃ軍団ね。しょうがない、川口さんがだって立命にいた時も結構なんかやんちゃそうな感じだったじゃないですかね。自由だったね。はい。比較的。当時からしたら比較的自由やった。え、川口さんが3年の時に初めて甲子園行ったんですか？あれ。そうです。ああ。だってアニマルリッツって呼ばれた時代ですもんね。アニマルリッツでしたね。頭もアニマルリッツ、ね。頭も。サインもなんか2つ。春の間サイン2つ3つしかなかったもん、ね。マジっすか。コーナーバックの、コーナーバックがハドルに来なかったからね。すごい。前か後ろかマンツーマンしかないから、お前目で教えてくれって俺がハドル解けたら、そいつに目で後ろ前マンツーマンって。ああ。そう、最近、あれですよ、また、パウさん、こう目の下によく墨塗ってたじゃないですか。なんて。墨。目の下の墨ね。最近また流行ってますわ。時代は流れる時代は回るんですよ。回るんすかね。時代は何たって回るんですよ。でもあのネックはなくなってましたよ、世の中から。カーボーイ。ダサいね。そう。あれはもう、ほんとダサかったよ。俺当時からダサいからつけてなかったもん、あれ。あ、そうなんですね。俺らはあれは兄弟ネックって呼んでて。おー。兄弟の選手はみんなつけてたから。おお。俺らの時代ってもう兄弟の選手ってスタイル姿ダサいっていうイメージしかなかったの。あ、あれがでも売りじゃないんですか、あれ。いや、だから、兄弟っぽいっていうことで。ああ、なるほど。そうそう。なんか俺ら的にはダサいなっていう。おー。まあ、あの、負け犬の、なんとか、俺は負けてるからさ、そうっすよね。強かった。いやー、あの辺のやっぱ、フットボールの時、すごいお客さん入りましたよね。入ってたよ。だって西宮スタジアムで4万人とか3万5千人、はい。そうっすね。もう今じゃ考えられないっすよ、ね。大入り袋出てたから。あー、すごいなーと思いますよね。プロ野球のチームと同じ本拠地で、プロ野球チームで大入り袋出ないのに。はい。学生のアメフトの試合で大入り袋が出てたっていう。なんか、徹夜組とかもありましたよね。いた、全然いた。いましたよね、アメフト見るのに。全然いたよ。なんか今それがないから寂しいですよね。いやー、それはね、我々の責任ですよ。はい、あ、そうなんですかね。でしょ、完全に。いやもう。え、今アメフト関わってるんですか？今ですか？今、国立大学のトレーナー。そうですね。やってる。え、スキルは教えてるんですか？スキルはもう全然、その体の使い、トレーニングと、うちのクワトロコアメソッドをね、そのチーム全体でこう。ああ、それで一部上がったってことですね。いや、遅かったけどね。まあでも、正直ね、はい、正直2年、もう2年ぐらい早かったんじゃないかって思ってて。ああ。やっぱ難しいなっていうのがいろいろ。いや、スポーツなんでね、なかなか思うようにはいかないですわ。そうですね。え、じゃあみんなにももし漫画こうおすすめだったら、どう、なんか営業トークって何がいいですか、みんなに。ちょっと言ってください。営業トークおすすめってどういうことよ。そのまま。いや、もう、いや、意外に、はい、意外に短い漫画やけど、はい、意
外に考えさせられるような一言とかさ、あが散りばめられてるからさ。あ、じゃあそのなんか川口さんが本当に言ってた言葉をやっぱちょっと考えながら読んだ方がいいっていうことですよね。そう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 、そう、なるほど。うん、生意気やけど、はい、ね、スポーツをする子供たちの、はい、お、人間教育、人間教育ですね。自分で笑っちゃってるよ。何の人間教育か分かんないんですけど、まあ、でもまあまあ、ね、でも本当にマジでそういうことでしょ。まあ今は成功してますもんね、なんか、まあ、いやいや、まだまだ道半ばですよ。いや、だって俺の次の、はい、俺の次は、はい、トレーナーとして漫画に出ることやから。ああ、そう、あ、うちの選手が活躍しまくってね。ああ、まあそれは多分つまんないと思いますよね。いやいや、いや、そ、絶対そっちの面白い。あらゆるスポーツがうちのメソッドで世界一なんていくから。そうなんですね。そうだね。今だってソフトバンクの選手とかさ、はい、日本代表のサッカー選手とかさ、はい、面白いとかやったら幕内の力士とかさ、はいはいはい、もういろいろ来てるから。ああ、もうなんかお金持ってないアメフトはもうさらばって感じになってますね、それね。いやいや、あの、アメフトの中でもお金持ってる人は相手ですよ。ああ。ひどいな。やっぱりな。いや、違う、高いもんだって、うちのチーム。いや、めっちゃ高いっすからね、川口さんのチーム。普通に考えたら高いけど、はい、もう大阪から通ってるお客さんもいれば、ああ、九州から通ってるお客さんも、仙台から週2回通ってたお客さんも。すごいですね。いや、それぐらい手前味噌やけどね、価値のあることやってるわけよ。おー、だってさ、はい、聞いて、 iPhone ってさ、はい、iPhone って今1台10万以上するでしょ。はいはい。昔ガラケー1万円ぐらいだったでしょ。はいはい。そういうことですよ。よくわかんないですけど、高くても革新的なものには価値がつくんです。あー、なるほど。いやー、やっぱね、儲かるのは美容と健康ですからね。いや、それもね、オンリーワンは強いですよ。あ、本当ですか。って言ってね、そんなに儲かってないから、実は。あ、場所代とかも結構高いから。いや、どこでしたっけ、場所。白金。うわ、と、港区白金。やば。プラチナ通り沿い。マジっすか。2階3階2フロア全部。いやー、もう高いね。じゃ、ちなみに多分見てる人で、いや、結構地方リーグの学生見てるんですけど、はい、例えばタイムズで1時間いくらですか。タイムズ、あ、車止めるとさ、あると1時間いくらぐらいですか。ああ、この近くだと、はい、半日6時間止め放題で、はい、4000円ぐらい。おお、高いですね。いやー、高いな。いや、止め放題しても、だってね、その金額は普通出さないですからね、普通の人は。俺、ごめん、俺も出さない。え、川口さん、車乗ってんすか、今。俺もうね、東京来てね、はい、3年間で、はい、2回しか乗らなくて、はい、あまりにも仕事が好きすぎてさ、はい、どこも、もう3年間で2回しか乗らないから、バカバカしいから、もう。ああ、そうなんですね。うん、もう今、車なしよ、こん。ああ、じゃあ常に女子の横に乗ってるって感じですか。女子の上上どっち、わかんない。いやあ。後で話した。あ、忙しいな。いや、儲かってますね。儲かってますね。ああ。お電話ありがとうございます。めっちゃウケるんですけど。ちょっと久保さんキャンセルで、はい、太田さんキャンセルでこう入れてって。わかりました。あ、もしもし。めっちゃウケるんですけど。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はいはいはい。いいですよ。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。ああ、すいません。あ、なんかお忙しそうなんでね。すいません、忙しい時にお電話しちゃって。そうなんです。はい、じゃあもうちょっとみんなにね、やっぱ漫画ね、見てもらわないとわからないですよね。そうね。はい。もうか、まあ、もう漫画読んでもらって、はい、面白くなかったら、はい、あのなんていう、返金、面白くなかったら返金するから。ああ、もうそれはもう、その代わり、白金に取りに来てね。あ、わかりました。もう白金に文句言いに行けばいいっていうことで、はい。もうまた空手で蹴られますからね。
すいません、今のあの冗談からほんまに取りに来られたら対処できへんから。そうですよね。あ、これは冗談でテロップ入れておきますわ。はい。すいません、お忙しいところ。はい。じゃあどうもありがとうございました。はい、すいません、失礼します。はい、失礼します。アメフトキャラバン。どうでしたでしょうか。相変わらずキャラクターが濃いですよね。面白いですよね。いやいや、でもね、漫画ね、絶対ね、こう、ありのままをね、やってくれっていうのはなんか川口さんっぽいですわ、すごい。なんかこうね、違うことを言われるの嫌だし、それを漫画にするなら、やっぱり自分のありのままを見せたいというのが、なんか多分ね、川口さんなりのメッセージかなと思うんですよ。で、ぜひね、皆さんね、概要欄にも貼っときますので、下のね、YouTube の。ぜひね、クリックして、ぜひ読んでみてください。まあ、今話であったんですけど、第5巻、まあ、一つが短いんですよ、めちゃくちゃ。なので、それを5個にまとめると結構大変じゃないかなと思うんですけど、まあ、でも川口さんね、全部見たって言ったんで、それをね、まあ、納得してる感じだったんで、ぜひね、皆さんも読んでね、本当なんか、どうせやったらね、この本で欲しいですよね。なんか、デジタル本だとなんか読みづらいってあるので、何回も読み返すってことあんまないじゃないですか。なのでね、なんかやってみたいなと、本で欲しいなと思いますよね。まあ、こんなね、機会なかなかないので、アメリカンフットボールで、こう、漫画。まあ、皆さんね、なんかね、次なる目標はトレーナーとしての、なんか漫画とか、わけわからないこと言ってましたね、相変わらず。いやー、このなんか、一線は越えてないと言いながらも、そんなパチンコ屋に忍び込んでた、それ、一線越えてると思います、自分は。絶対超えてますよね。やっぱちょっと おかしいのかな。まあ昔のことなんでね、昔そんなのはなんかいっぱいあったのかな、それは私は分かりませんけど、いやいやいや、でもね、本当聞けば聞くほどね、本当あって聞くともっともっと面白いし、 NFL を挑戦した時の話とかも聞くとめちゃくちゃ面白いんで、いやー、でも素晴らしい方なんでね、ぜひ皆さんネットから買ってみましょう。はい、じゃあこんな感じで、皆さん、じゃあこれ終わったらまずはクリックしてぜひ購入して読んで皆さんの感想を聞かせてください。白金行っても全然返金はしてくれないらしいんで、これお間違いなくよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございます。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。